してここで喋ったらそのまま、えー、空港にねシンガポールに戻るっていう、えー、本当にもう今日ここでね皆さんの前でね、えー、激励の言葉とそれから聖光炎の、まあ、僕と僕のことを非常によく知ってる方が今日来てくださってますのでご紹介したいと思います先ほどシンガポールから踊られたばっかりの城馬イさんです なんかねさっきそこでつけられて爆弾板みたいなことにされちゃって <laughs> 金を出せみたいな <laughs> いいかなと思ったんですけど、えー、本当に朝、シンガポールからついて公演してシンガポールに帰るというあのことで、えー、来ました、えー。泉さんとはね、あのー 三年ぐらいずっとすごくまあ密にいろいろなジョイントの仕事をさせていただいているんですけれども、あの私のこと知らない方はどれぐらいいらっしゃいますか。長の舞と申します。あ、いない。<laughs> よかった。いないよかった。あの私のこと知らない人だらけかなと思ってアベかなと思ってきたんですけどよかったです。あの泉さんの本。 ピンクの本「バカとブスは金稼ぎ」あれ読みました読みましたあれにねあのブス代表で蝶の前に紹介されてると思いますでみんな知ってるのかなもしかしてね10年ぐらいインターネットビジネスで活性でますで今はシンガポールに移住してるんですけれどもこのねあのドラゴンアカデミー開校の前のシークレットセミナーということで本当はドラゴンアカデミーの中で明かされるであろう あのシークレットの部分を私がちょっとここでバラしちゃおうかなということで今日来ているんですけれどもあの今ね日本,日本の,その状況をみんな多分なんか危ないなってこのままじゃだめだななんかしなきゃだめだなと思ってアカデミーに入られたと思うんですよ。そのまあ感がすごく鋭い方々 とといううことになると思うんですねでも世の中見るとほとんどの方はまだ何にも分かってない何とか国がしてくれるだろうと思っている人が大半だからあの下流老人とかね老後破産とかねすごい、まあ、暗いニュースばっかりじゃないですかとにかくそんなんでどん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 もうあの貧乏な人が増えていくっていう状況の中で何とかしなきゃいけないと思って入っていただいていると思うんですね。 で皆さんは多分投資を勉強されようと思ってるんですよね、ドラゴンアカデミーでねあの、もう一足飛びに投資家になる、億万長者になるっていうコースだと思うんですけれども、私からあの一つアドバイスしたいのは、王道としてね、王道としてみんなどうやって投資家になっていくのかっていうと、ちっちゃなビジネスを複数立ち上げて、いっぱいいっぱい訓練して、 そしてそのビジネスでできたお金で投資家になっていくっていうのが王道のパターンなんですね。今回はものすごくラッキーなことにここを飛び越えて一足飛びにこのビジネスの訓練をしなくても投資家になれるよっていうのが多分ドラゴンアカデミーの皆さんのメリットだと思うんですよ。でもでもなんですけどアカデミーを卒業した後でたくさんのいろんな投資をしていくと思うんですがこの時に 失敗しちゃうううう人人っていいのはどういう人かアカデミーにいる間はいいと思いますい,いいと思うんですけれども卒業した後失敗しちゃう人っていうのが出てくると思うんですよでこれがどういう人かっていうとこのビジネスの訓練をしてなくてビジネス脳が鍛えられてなくてで投資するのに必要な投資脳っていうのは脳みそ,、ね、脳の,脳みその脳ね投資脳っていうのがあるんですけどこの投資脳を鍛える 前段階としてビジネス能が鍛えられている人の方がその勝つ確率っていうんですかね勝つ勘みたいのがものすごく高いんですよ投資ってまあ絶対に100%じゃないっていうのは皆さんもご存知ですよねだけど結局世界中のお金持ち見ても全員投資家最終的には投資やらないといけない 大金持ちになるためには最終的には投資能を養わなきゃいけないだけどそこで勝ってる人たちっていうのはちゃんとねビジネスやってきてる人なんですよだから一足飛びに投資の世界で富を稼いでいただくのはいいんですけどその後でね順番逆でいいですからビジネスをね立ち上げていただきたいんですねこれはもう本当に大きな額をこう投資してねあの大きな額を 必要とするような大きなビジネスじゃなくていいんですちっちゃなビジネスでいいんですこれは何かっていうとトレーニングのためだからですトレーニングしていかないと周囲の人たちここにいる本当に少数な人たちは先見の命があるだけど自分の家に帰ったら身の回りの人たちはみんな投資能もなければビジネス能もないんですよほとんどがサラリーマンなんですよね でこのサラリーマンの人たちがじゃあ投資やろうってしてほとんど99%失敗しますそういう例聞いたことあると思うんですよだから投資は危険だからやめた方がいいっていうような話聞いたことあると思うんですよなんでかっていうとビジネス能と投資能がないから選択を誤っちゃうだけなんですね本当は正しい道はこっちだよっていうのがビジネスをいっぱいやってる人にはもう明確に見えてるんだけど サラリーマンしかやったことない人っていうのは価値観がね真、まあ、逆なんですね真逆だからこっちが本当は正しい道なのに破滅の道を選んじゃうんですよでそういう人たちが周囲にいっぱいいる状況で一足飛びにもし投資家となって億万長者になった時にその人たち絶対にその道は間違ってるよって言うと思うんですね なななぜらららら知らないかかでです。す。価値観が違うからですだからビジネスをちっちゃくていいので立ち上げてビジネス能を養う訓練をしてほしいし自分の身の回りの大事な人たちこの人は稼がせてあげたいな私と同じように億万長者にしてあげたいなと思うような人たちにもそのビジネスをやろうよっていうふうにちょっとずつ誘ってあげてほしいんですね。それを していけば,していけばアカデミーを卒業した後も自分の力で新しい話が舞い込んできた時にそれが本物なのかどうか見分けるようがことができるようになるんですたくさんの投資話儲け話世の中にいっぱい転がってます私もインターネットビジネスで10年この自分でね自力で億稼いでますけれども最初の頃はね悲惨でした最初の頃に 結構素直で信じやすい性格なのでいろんな儲け話舞い込んできてそうなんだすごい世の中にはすごい話がいっぱいあるなって分かった分かったってやってほとんどほとんどというか100%ゼロになってますそういう経験をやっぱりビジネスしてるとそういう経験をして勉強代として払って そして今やっと本物が見分けられるようになってるんですけど皆さんはまああの幸運なことにねドラゴンアカデミーで本物を見分ける見分け方とかそういうのも泉先生から学べると思うんです学べると思うんですけれどもすごくそばにいる時近くにいる時はそれが体感として分かるんだけどサラリーマンの人たちばっかりのコミュニティに戻った時に主婦の人たちばっかりのコミュニティに戻った時に それが消えちゃうんですよ消えちゃうのはそのビジネスのを時間をかけてちょこ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 鍛えてない人パッと身につけてその時だけで戻ると消えちゃうってなっちゃうんですだからビジネスを立ち上げてほしいなと思うんですね。で今日本の状況がちょっと暗いのは皆さんもご存知ですよね。なんとなくあのもう破綻に向かってるのかなみたいなそういう報道もいっぱいあります。 でもこれっていうのは今始まったことじゃないんですねだいたい2010年ぐらいから表面化してきてたんです日本ではねだけどその前にアメリカでアメリカでは2005年ぐらいからもう同じ問題が表面化してきていたんですよ私たちの耳には入らないまあ報道規制なのかわからないけど重要な情報って絶対入ってこないので新聞とかねメディアはこう。 都合の悪いことは隠しますからあんまり入ってこないんですね一般のところにはねだけどもっともっと前からアメリカで全く同じ状況になってるんですよでこれどうしてそうなってるのかっていうと第二次世界大戦で終わってでベビーブームが全世界でですよ日本だけじゃないですよね戦争が同じ時期に終わったわけですから全先進国で ベビーブーブムが起こってその後少子化に向かってるんですよこの人口のベビーブームでバーって人が増えてその後少子化になるっていうこのパターンが先進国で全部一緒なんですね日本だけじゃないんですアメリカもそうなんですドイツもそうなんですフランスもそうなんですイギリスもそうなんですとにかく先進国と言われる国々で同じ問題を抱えている。 が起こす問題は何かっていうともう年金が払えないこのベビーブームの人たちが今一気に定年退職迎えるこうまあ老齢化してるわけですよねこの人たちにの大勢いる人たちに対する年金プランがもう日本だけじゃなくてアメリカでも破綻してるイギリスでもそうフランスでも破綻してる払えないんですよ。だけど多くの人たちは ずっと中流で生きてきてず,ずっと中流でそこそこまあまあ豊かに生きてきて年金も真面目に働いて真面目に払ってきたからもらえるだろうと思ってるんですねも,うもらえないんですよも,うもらえないんですだって財政がないんですからでその後この年金を賄うのは少子化の,その少ない人数の若者じゃないですかしかも今若者働きたくない若者いっぱいでね あのちゃんと働かないでいいやみたいな人も増えてるわけなのでそのとにかく財政がないわけです、これ日本だけの問題じゃないんですよでもアメリカでは破綻し始めてるんですねで、この問題をドナルド・トランプさんとか不動産王のご存知ですよね、がだいぶ前から、ね、指摘してるんですよ。 これじゃあもう破綻するからで政治家になる人は自分の任期だけ良ければいいからあとのことは先送りその未来の世代に先送りでどっかで誰かが何かやらないとこれじゃあ破綻するんだよってことをトランプさん、ずっと言ってるんですよ著書の中でもテレビの中でも言ってるんですけれども、まあ、みんな聞かないとまあでもなんとかなるだろうと。 だけど、もう何ともならない状況になってじゃあ、アメリカが今どういうふうに動いているかっていうと日本はアメリカの5年遅れってい聞いたことありますアメリカの5年遅れなのでこの先どういうふうに動いていくのかなっていうのを見たいときにはアメリカがどうなってるかっていうのを見ればいいんですよただ、日本語に訳されたニュースはちょっとこう変わってますので アメリカの,あのニュース英語でリソースのね英語のリソースで見るのが一番なんですでこれを見ていった時にアメリカではじゃあどういうふうにしてるかっていうともうあなたたち年金も払えないし医療費ももう払えないですよともうあの自分たちで稼いでください自分たちでなんとかするしかないんですよということを、まあ、一生懸命言ってるわけですでその 方法として進めているのがなんとネットワークビジネスなんですよ。えって思った人ねいっぱいみんなをえって思いますよね。でねあのクリントン前大統領でさえもみんなネットワークビジネスやって自分で稼いでくださいって言ってんですよ。でねド,ラドナルド・トランプさんが テレビのテレビ番組持ってますよね、すごい超人気のテレビ番組持ってるんですけどその中で、じゃあ、あなたがね今、一問なしになって、一からやるとしたら何やりますかって言われたときに、私だったらあの会社を厳選して選んで、ディストリビューターになって、ネットワークビジネスをやりますよって言ったら、アメリカでさえも会場からブーイングが起きたんですって、アメリカでさえもですよ、日本はねもうネットワークビジネスはネズミ講だと思ってるでしょ、みんな。 ネズミコでマルチも、あのアメリカでさえも会場からブーイングが起きてえそんなみたいなもっともう華麗なねもうドナルドさんでしか言えないようなすごいプランを提示してもらえると思ったらえそれなのってそしたらドナルドさんが言ったのはあなたたちはそういう反応だからいつまでたっても貧乏人なんですよと言ったんですね。 で解除しみたいなっていう状況なんですよ。あのビル・ゲイツもネットワークビジネスをやると言ってんですね。ウォーレン・バフェットも言ってんですね。とにかく全世界のお金持ちがみんなこぞって言い始めてるんですよ。で私たちに馴染みが一番深いのは金持ち党さん貧乏党さんのロバート清崎さんですよねで日本語にもなってるから著がね。 この日本語の著書の中でももう2012年にネットワークビジネスこそがもう21世紀のパーフェクトビジネスだって言っているんですね。でそうなった時にじゃあ日本は5年遅れだからどれぐらいの時にそういうふうになり始めるんだろうっていうとちょうど去年から今年あたりからそのブームがやってくるっていう感じなんです。 アメリカで2010年ぐらいからどん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 ネットワークビジネスやってどんどん自分で稼がないと年金もらえないんだからもう果たしちゃうんだからどうしようもないよっていうことをどんどん言われてたわけですねこれが日本に流れてきてっていうのが大体2015年16年あたりで私と泉さんはその情報をキャッチしてそれよりちょっと早くネットワークビジネス取り組んだんですよ2014年に。 そしてその時に私たち結構影響力あるのでみんなにこれからこの10年間はネットワークビジネス時代が来るよと今までこの過去の10年間インターネットビジネスがばって流行って億万長者がボンボン生まれましたこれと同じようなブームがこの10年でネットワークビジネスで起こるよってことを言ったんですけどまだまだみんなえそれネズミ講でしょって反応なんですよ。 でも全世界の動きを見ていくとそんなことを言ってる人はどんどん取り残されて下流老人になっていくだけなんですね。もうフランスでは、あなるほどとアメリカがこういうふうに動いてるんだったらこういうふうになるんだなっていうことをいち早く察知してフランスで MLM、ネットワークビジネスって MLM って言われてますよね、MLM の,の大学で学位を作ったんですよ。もうちゃんと みんな知らないからそういうネズミ子とかいう人がいるんだろうなってまあ日本よりは少ないですよそんなこと言う人は海外は日本よりは少ないですけれどもでもまあ少数田舎の人とかご老人とかいるのでちゃんと学位にしようとでハーバードではもうね学位になってるわけなんですねこのマーケティング手法っていうのは20世紀に生まれたこれからの時代個人の時代を生かす最も素晴らしいマーケティング手法なので学位を作ろうというふうにフランスではなりました。 でドイツでは今までネットワークビジネスやってる人がものすごい少なかったんですね、いなかったんですね、それがこのアメリカの動きを見て、あなるほど、これでどん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 格差が広がっちゃう下流の人たちを救うことができるなっていうことで、まあ、国を挙げてドイツでも始めたところ、まあ、1ヶ月で100万人ぐらいのディストリビューターが生まれて、でイギリスでも、ね、1000億円の経済効果が生まれたって新聞に出てる。 ぐらいの、まあ、そういう流れなんですよそういうい世界の先進国の動きの中でじゃあ日本はどうかっていうと諸外国に比べてやっぱりネットワークビジネスに対する理解が低いんですね日本が一番。低いんですけどノーと言えない日本人っていう言葉知ってますよねっていうぐらいの,あの人に言われたらノーと言えないので付き合いでいやいや 入っっちゃううていい人人が日本人にはすすごく多いんですだからネットワークビジネスの業界の売り上げの1位はアメリカ2位は中国3位は日本なんですよこんなにアンチがいっぱいいるのに3位は日本なんですよつまり市場としては日本はすごく大きいってことなんですねただその人たちが付き合いでいやいやもうしょうがないなっていうふうに加入していてそのポジションを生かせてないんですよね でまあ、ドラゴンアカデミーの中でもあ後々シークレット3つ目の秘密として明かされると思うんですけれどもネットワークビジネス私も泉さんもこれ全員やらなきゃいけないなと思ってるんですただただこの今の日本のね状況でネズミ講だと思っている人たちの頭を急に切り替えることはできないんですね急に切り替えることはできないのでもう本当に一部の最先端のこの 格差社会の中で上に行こうっていう上,上と下に分かれるわけですからもう中流いなくなるわけですから上に行こうって目指している人たちの中でこのブームを作っていかないといけないとそうしないとこの人たちどうしても救えないんですよ最初ねアメリカもなんとか富裕層からいっぱい税金取ってなんとかしようとしたんですでも富裕層から、まあ、少ないわけじゃないですか富裕層の方が数が。 そこからいくらいっぱい税金取ってもねばらまいてもそれで焼け石に水なんですよ解決できないんです自分の力でお金稼げるようにしていかないともうどうしようもないっていうのが全世界の先進国の流れなんですそしてこのビジネス能を養うのにスモールビジネスちっちゃいビジネス立ち上げてこうどん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 ビジネスの考え方を養っていくっていうことが一番 初期費用少なくできるのもネットワークビジネスなんですよ私はずっとアフィリエイトをやってきましたインターネットビジネスでアフィリエイトをやってきましたアフィリエイトっていうのは、まあ、紹介報酬もらうのでネットワークビジネスと似ているんですけれども違いは何かっていうとずーっとずーっとずーっと新規のお客さんを ずっと紹介し続けけななきゃいけないのがアフィリエイトなんですアフィリエイトっていうのは紹介した時に1回だけしかもらえないんですね、報酬が。これでもものすごくいいなと思ったんです。個人が企業じゃなくて個人が紹介報酬もらえる、成果報酬でもらえるビジネスだからものすごくいいなと思ったんですね。だけどネットワークビジネスは私が今例えば月に1000人の人に何,何かしらの 紹介をしてアフィリエイト報酬をもらっているとしたらネットワークビジネスだったらこれを10人で済む同じ収入をもらうのにっていうぐらいハードルが下がるんですねだから1000人はみんなにもやりましょうって言ってもみんなできないだけど10人はみんなできるでそれをね収入をもっと低く設定していけば目標を設定していけば次に1人とか2人とかでもいいんですよ これを、ね、アフィリエイトをするよりよっぽどハードルが低いなと思って私も泉さんも2014年から大事な、ね、あのお弟子さんたちにはもう直接伝えてこれは絶対やるべきだよって言ってるんですね。でもう一つ、なんでこのネットワークビジネスをあのいきなり来て、なんでネズミ婚の話してんだよって顔してますけど大丈夫ですか,大丈夫ですかあのネズミ婚だと思っている人。 はいますね正直ですねね多分ね今手を挙げなかった人の中にもいると思うんですよちょっと今手を挙げたらにらまれそうだから手を挙げなかった人もねいると思うんですけれどもあの正直にねまあネズミ子だと思っている人は日本の中にね本当に半数以上いると思うんですただそう思っている人が多いからこそビジネスチャンスなんですよそう思いません 全員が全員やろうって言ってわーって盛り上がっちゃったらもう自分がビジネスチャンスをつかむ隙間がないだけど半数以上の人がまだネズミ講だと思ってる実際は事実はドナルド・トランプさんがテレビで推奨するビル・クリントンがもうあの本当に映像で推奨するぐらいのもうウォーレン・バフェットがビル・ゲイツがみんながその大金持ちと言われる世界的に有名な人たちが推奨している。 そんなネズミ講を推奨するわけないんですね、名誉もあって、お金もある人たちが。私たちもね、すごい叩かれたんですよ、2014年に、もうこれからネットワークビジネスの時代が来るから、この10年で、わーっと全世界に広がるよっていう予言をしたときにね、なんでね、もう本も出してて、ベストセラーも出してて、地位もあってね、億稼いでて、海外移住もして、することになってて、もう何にも。 しなくていいじゃんってなんでそんな名誉を汚すようなことをするのって言われたんですよ名誉を汚すすよようなことですよつまり、まあ、ネズミ講は、まあ、詐欺だとか犯罪だとかだマルチ商法悪徳商法だと思っている人たちが多いからそういう反応なんですね。 でもだからこそ私が言わなきゃいけないなと思ったんですよ。アメリカではそうやって著名な人たちが声を大にして言ってるわけじゃないですかでも日本では叩かれるのが怖いから誰も言わないだから日本だけ遅れちゃってるんだなと思ったから私と泉さんでじゃあ矢面に立ちましょうよとこれ本当のことをね真実を伝えて伝わる人だけでいいじゃないですか伝わらない人はもうしょうがないいつまでたってもお前は詐欺だネズミ子だって言わしとけばいいですよ でだけど伝わる人も必ずいるから先見の目がある人も必ずいるからだから私たちが言わなきゃいけないよねって言って、まあ、矢表に立ったわけなんですね。でねこのネットワークビジネスのことまだ何もご存じないと思うんですけれども私はこれをそのビジネス能を養うためのトレーニングの場として一番推奨してるんですこれはロバート清崎さんも同じこと言ってるんです。 もちろんお金も稼げますけれどもお金を稼ぐためではなくってこれから投資で大きなお金を稼いでいく時のその正しい道を直感っていうんですかねだいたい何でも繰り返し繰り返しやってると勘が働くようになるじゃないですか直感がそういうのを養うためにやった方がいいよって言ってるわけです。 さらに私が思うのはこれから年金もなくなるそして保険保険ってみんな入ってます何らかの保険、まあ、死亡保険とか医療保険とか入ってますよね日本人って保険大好きなんですよなんでかっていうと、えー、のセールスされると断れないからだと思いますだからみんな入ってるんですよだけどこの保険はっきり言ってもらえないものが多いって知ってます 実際何か起こった時に蓋を開けてみると規約にちっちゃくこう書いてあってもらえませんよみたいなのがほとんどなんですよつまり全部お金をどぶに捨ててるようなものなんですねで私が思うにネットワークビジネスのポジションっていうのは保険や年金の代わりだと思ってますだから私は保険や年金の代わりに2人の 娘、双子の娘がいるんですけれども2人の娘になんだか大きなお金を残してあげたとしても7割あの相続税でなくなっちゃいますのでこのネットワークのポジションを残してあげようと思ってるんですねでなんでこれを残してあげようと思ってるかっていうと相続税がまずかからないそれからずっとずっと永続的に報酬が入るんですね。 前にねクリス岡崎さんがおっしゃってたんですけれどもネットワークビジネスで月30万の継続報酬が入るっていうことはそれが30年続いたら1億円なんだよ1億円ボンって稼いでも税金で半分なくなっちゃうでしょだけどネットワークで30万ずつ稼いでいって30年ずっともらえるとしたらこれはもう1億円稼いでるのと同じことなんだよっていう話をされてたんですねであ なるほどなってすごく腑に落ちてだからそんな大きなところをね、まあ、目指してもいいですよもちろん目指していただくこともできますけれどもメインは投資をしていくってことなので大きなところを目指さなくてもいいからまずポジションを取るとそしてこの今の現状ね今の現状とネットワークビジネスっていうのが全世界のブームになるんだよっていう声が届く人が身の回りに2人はいると思うんですよ。 2人はいると思う。これを2人から20人に伝えるってことをすぐやってもらうこれだけでいいんですそしてその紹介した2人の人にも同じことをしてもらうこれだけでいいんですよそうするとこのポジションっていうのが何年か後に大きく大きく成長しているんですねこれが後から年金として考えられるっていう私の根拠なんですね そして、この年金としての保険としてのネットワークビジネスのポジションは今、とってとにかく2人以上の人に伝えるその2人にも必ずすぐ2人以上の人に伝えようねっていうことこの10年で絶対爆発的に伸びるからっていうことを言っていや、ネズミ子だろっいう人はもういいんですよ。いいだけどもしね、すごく大事な人家族とか恋人とか。 親とかすごく大事な人がそれネズミ婚でしょと思っていたとしたら私はその人の名前で自分でお金を払って1つアカウントを保険として取っておいてあげようかなと思うんですねそして時代が追いついてきたら多分5年6年後に追いついてくると思います時代が追いついてきてあああの時やっとけばよかったよねってあの時ネズミ婚なんて言ってごめんねっていう人が出てきますそのの時ににあなたのために この年金ポジション取っておいたんだよって言ったらすごいプレゼントになると思いません私はそういうふうに思っていくつかすごく大事な人のポジションをあの内緒で取ってるんですねプレゼントしようと思って後で今は多分ネズミ子だと思ってて嫌だと思ってるけどそして今はまだ中流でね生活も困ってないから。 全然その自分でビジネスやろうと思ってないんだけれども5年後、10年後そして20年後になったらほとんどの中流階級の人たちは下流老人になってしまうんですねその時仕事もない年金ももらえない困ってるっていう時にプレゼントしようと思ってあの自分なりに、ね、あのきっと喜ぶだろうと思って取ってるんですねっていうような考え方ですね。でこれもだから1つの投資ですよ1つの投資としてポジションを取ると。 いうことをしています。で、えー、ドラゴンアカデミーの中でもいずれ、えー、この、えー、授業があると思います。泉さんからね、もっと詳しくなぜやんなきゃいけないのか、どうしどうやったら成功するのかという話あると思うんですけれども、えー、今日はあのシークレットな あのセミナーということであのあ中でそういうふうな説明あるのかなっていうふうにちょっと頭の片隅に、ね、置いておいていただければいいと思いますだけどポジションを取るんであれば早ければ早い方がいい早ければ早い方がいいっていうのは何でかっていうとどんなビジネスでも早い方がいいんですよ。 どんなビジネスでそれはネットワークビジネスだからこうピラミッドスキームって英語で言われているんですけどピラミッドスキームだから上の人しか儲からないから早い方がいいんでしょって勘違いしている人がいるんですけど違うんですね、どんなに上のポジションを取っても自分が一人も紹介しなかったらゼロですから自分からの口コミがどれだけ起こるかっていうのでその相応のきちんと働きに相応の成果報酬を計算できる仕組みがネットワークのマーケティングだと。 それが20世紀に発明されたもう最大の発明だと世紀の発明だと言われているぐらいのものすごい平等な仕組みなんですね。でこれを学ぼうと思うとちょっと難しいんですよ。で私は数学科出身だったので数字に強いんですねだからそのネットワークビジネスの報酬体系のところを見たときにすぐ分かったんですけれども世の中一般にこう数学苦手な人が多いじゃないですか。 身の回りでもあ私、数字苦手だからって人多いと思うんですね。そういう人に理路整然と言っても通じないのでとにかくあの今の時代はと格,差格差社会で、ね、上か下に分かれちゃう自分でビジネスやらなきゃいけないけれども飲食やったって何やったって、えー、9割の人はもう倒産してその初期費用を失ってしまうしかも初期費用は何百万円もかかる。 っていうビジネスの中ですごく低資金でできてまあ低コストでできてビジネスのを養えてそして将来年金の代わりになるようなものだとそして全先進国でこれから10年ブームになることだよっていうことをお伝えして納得できた人だけご紹介すればいいんですねただ、1つだけすごく重要なことがあってこれはね会社選びなんです。 多くのネットワークビジネスをやっている人たちがものすごい優秀でものすごいタイトル取ってる人たちで昔ねなんとかのダイヤモンドだったんだよねっていう人たちに会うんですけど今やってないんですよなんでって言うとその会社潰れちゃったんだよねみたいなで全ての会社もを見ても5年で9割潰れるって言われてますでネットワークビジネスに至っては確かに 確信犯でいっぱいお金集めて潰しちゃおうっていう悪い人もいるんですね。だから2年で9割潰れるんですよ。ってことは2年を越してる会社やらないと立ち上がった。ばっかりの会社危ないってことです。そしてアムウェイって知ってますよね？ アムウェイって言うともうマルチ商法の代名詞みたいにみんなもうなんか毛嫌いしてるみたいなありますけどアムウェイってこのネットワークビジネスの最先端の一番大きい会社ですねこのアムウェイっていう会社は年間の売り上げが1000億超えてるんですよ1000億企業になるっていうことはものすごいことなんですよねこの1000億企業を超えてるネットワークビジネスの会社ってアムウェイとハーバライフと えー、ニュースキンとメラルーカとみたいなその老舗の、ね、とこしかないんですけれども、えー、私と泉さんが目をつけた会社っていうのは MLM 市場インターネットのネットワークビジネス市場最速で1000億企業になった会社なんですねこの1000億企業になるってどういうことかっていうと潰れなないってことなんですよつまりあなたが頑張って取っておいたポジションが 3年後にゼロになっちゃった会社潰れちゃったからっていうんじゃ年金の意味ないじゃないですかだから潰れない会社を選ばなきゃいけないということで1000億企業になりそうな会社を選ばなきゃいけないんですけれども私たちが去年あこの会社はなりそうだなと目をつけた会社が1月3日1月3日私の誕生日なんですけど1月3日に1000億企業になりましたっていう発表があったんですねやっぱりあのちゃんとあやっぱりねっていうことで。 なんかこのポジションは潰れないなということで私も大事な人たちのポジションを年金の代わりに取っておいてあげてるんですけれどもその会社の名前はジュネスグローバルって言います今日はここで説明しませんけれども何、えー、かもう早くポジション取っときたいという方は泉さんに言っていただければいいと思うんですがこういうねあのインターネットビジネスをやっていた私が急に。 急にねネットワークビジネス、ネットワークビジネスって言い始めてあいつ狂ったみたいにね言われて言ってる人いるんですけれども私も泉さんもちゃんとアメリカの情勢を見て世界の情勢を見てそして日本にいつそれが降りてくるか日本がいつそれの影響を受けるかっていうのを計算してあこの時期だねって言って発表してます。ので えー、そこはまあ信じていただいて大丈夫だと思います。まあ、先見の命があるというふうに提、ね、供いただいてますので、ね、そこは信じていただいて大丈夫だと思うんですけれどもあ確かにこ,こ,これから10年でネットワークビジネスの大ブームが来ます大ブームが来るんですけれども、うん、それで、ね、あの1つの疑問として全員がやったら飽和しちゃうじゃないかっていう質問を、ね、よく受けるんですねで。これはありえないんです だって今、トヨタの車乗ってる人、日産の車乗ってる人、ホンダの車乗ってる人、いろいろいますよね、ベンツ乗ってる人、いろいろいますよね全部の、全部の人口が全員トヨタに乗るようになるなんてありえないじゃないですか、それと同じで、1つのネットワークビジネスの会社が全員がディストリビューターになって、飽和するなんてことは起こりえないんですね。 これなんでネットワークビジネスだ,だけがそう言われるのか私にはちょっと理解できないんですけれどもすべての会社はこう生存競争の中にあるのですべての人がっていうことはないんですよ。それををシェアを広げていくのが、まあ 会員の仕事ディストリビューターの仕事であってだけどもう全世界の60億人が全員そこの会社の会員になったらどうするんだみたいなことはありえませんので起こりえませんので、まあ、あの議題にも乗らないとそういうあのへ,へ理屈みたいなことね質問をしてくる人がいたらあの、まあ、その人は縁がなかった方だなと思ってスルーしていただいてあの本当にね 上に行きたいって心から思ってる人あなたが大事だと思っている人のためにこのお話を、ね、してあげたらいいんじゃないかなと思いますそして、えー、最後にね今あのネットワークビジネスが、えー、これから10年流行るよって話したんですけれどもそして、えー、ビジネスのを養うためにものすごいちっちゃい投資で、えー、ビジネスってことを自分で体験できるのでねおすすめしているんですけれども、えー、今日 せっかくシークレットな会ということで来ていただいた皆さんのためにですね、えー、ちょっと私がやっている投資を1つだけお教しようと思うんですがあの投資ってね本当は自分で考えて自分で選ぶっていうその投資の養って自分で判断しなきゃいけないものなんですねでも、この人は絶対信用できるっていう人がいるじゃないですか。 誰にでもこの人ならが言うことなら絶対だって。例えば皆さんにとっては泉先生がそうだと思うんですが私もあこの人はすごい人だなって思う人がいて6年ぐらい、ね、あの前に知り合ったんですねすごい投資家の方で世界のお金持ちの、まあ、プライベートバンカーみたいなことをしてるんですよで。お金持ちのお金を預かって増やすってことをしてるんですよね。でその方は 1>, あの1人から10億円以上じゃないと預からないと <laughs> だからあの10億円すごい腕持ってるけど1人から10億円だから、ね、現金10億円その人に預けないとそれ試せないわけですよでだけど私が女性だったこともありあしつこかったこともありちょっと試させて試させて試させてって言ってもう何回も言ってるうちに折れて。 あの、私のあのへそくりをね。ちょこっとそこに混ぜてよって言ってね。あの10億しか預からないって言ってる人に本当に恥ずかしいことに300万預けたんですね。<laughs> <laughs> 6年前に300万預けたんですよ。そうしたら大体ね。あのなんでそれ300万しか預けなかったかっていうと。 やっぱりこの人信用できるなとは思っていても私もなんでビジネスやってるかっていうと双子の,、ね、あの1人が心臓病で心臓の手術するのに毎回1億円かかるんですね、その現金を全部失ってしまったらやってる意味がないので。 まあ、とりあえず、この人どういう人か本当にね信用してると口では言いながら本当に信用できるか300万だけ預けてみようみたいなね無理言って押し込んで300万かよみたいな感じなんですけど預けたんです、6年前に。そしたら大体平均ね1.5倍になってて年にね1年で1.5倍になっててでその6年の間にね1回だけマイナスになった年がありました。 でもそのままずっと預けててそしたらねあの6年目の今年ね300万いくらになったと思いますちょっと計算してください。分かる人1年だけマイナスになりました3000万になりました6年で10倍よくないですかホットラクシでで多分この,この先ね ずっとまた1.5倍で増えていって5年に1回マイナスが来るとしても12年ぐらいで1億なんですよ計算すると300万が。っていうぐらいの凄腕の人がに私がこれをもうつっついてつっついてつっついてなんかこう全員で10億にしたらやってくれるみたいなことをつっついてこれオフレコですよここだけの話ねつってあの結構女性に弱い人で。 つ <laughs> ついてたらなんかやってくれるらしいことになってで,なんでもしやってもらえる時は泉さんにすぐ教えますから皆さんのお金を集めてこれ1.5倍の300万集めて12年で1億にするプランできるんじゃないかなと思いますちょっと楽しみにしててくださいこれはあのしだい泉さんにあのお伝えしますので。 ということでこでれ私からのプレゼント話ということでネズミ子の話だけしてるとね嫌がられちゃいますんでねで私、このためだけにここに来てもう終わったら帰るわけですからなんかもう変なシンガポールからネズミ子の話しに行きやがったとか言われたら嫌なので最後にスペシャルなプレゼントということで秘密の話をこれ誰にも言わないでください。ここににいいいる人ただだけの,あの秘密にしといてくささんかかあっらら泉 連絡がいいくと思いますということで「ドラゴンアカデミー」ご入学本当におめでとうございました。